聖書を拝読します。フィリピ 4-8-9 です。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべて正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。アーメン。金の光聖歌台の賛美の後、イミギョン牧師が肉の欠如7回目を伝えます。本文フィリピ 4-8 の御言葉を読んでみれば、私たちが似ていくべきイエス様のお姿はどんな姿なのかがわかります。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさいとあります。言葉と行い、考えなど、すべての分野でこれが罪かそうでないかをわきまえて罪ではない方を選ぶことは当然です。主の心に、姿に似ていくためには、ただ罪ではないものだけではなく、神様の前でさらに完全なものを選ばなければなりません。自分の利益を求めるよりは、相手の利益を求め、神の国の利益を求めなければなりません。自分が楽な方を選ぶよりは、周りに恵みと徳になる方を選ばなければなりません。御霊の歩みを慕っている人なら、当然真理に従うようになります。このような心でいつも身を慎んでいけば、聖霊が喜ばれ、心の平安を失いません。また私たちの行いを見て、世の人々もキリストの香りを嗅いで神様に栄光を捧げるようになります。肉の欠如のメッセージでは、主が完全であるように、私たちも完全になるために悟って直すべき分野について説明しています。愛する生徒の皆さん、肉の欠如7回目です。数回にわたって日常生活でよく見つけられる欠如をされたところを調べています。前回は生理整頓について調べてみました。ひょっとして今礼拝が終わってすぐ誰かが皆さんの家を訪問するというなら、喜んで迎えることができるでしょうか。でなければ、今すぐはいけません、ちょっと待ってくださいと言って家に入って急いで掃除するのではありませんか。自分の部屋はもちろん、机の上や化粧台の上、本棚や洋服タンス、引き出しの中を思い出してみれば、今どんな状態でしょうか。これまでメッセージで整理整頓について聞いたので、この頃なら片付ける習慣を身につけているでしょう。ある人はその時その時片付けないで、後ですると言ってそのままに置いておく場合もあります。飲み物を飲んだ後は瓶とコップがそのまま置いてあります。後で片付けると言っておいても、匂いがしたり虫が湧いたりします。食事をした後は数時間が経ってもお皿が食卓にそのままあって、シンクの中には汚れた食器が溜まっていることもあります。夏はすぐ虫が湧いたりすることもあるし、悪臭がすることもあるでしょう。いつも家の中をきれいに保つためには、その時その時片付ける習慣を身につけなければなりません。もちろん万民の制度の皆さんなら、小さい習慣を直して欠如を満たしているでしょう。翌日を使う時、顔を洗った後、洗面台の周りと床に水が跳ねてビタビタになっていたり、シャンプーをした後、床に髪の毛があちこちに落ちてはいませんか。髪の毛の長い人なら、特に自分が座っていた場所に
髪の毛が落ちているのではないか調べて片付けなければなりません。自分の周りを片付けていつもきれいに保っていなければなりません。クローゼットの中の服も季節別に色別に種類別に片付けておくならいつもきれいな状態でその日着る服を簡単に取ることができるでしょう。そうではなくてオフシーズンの服までごちゃごちゃになっているならば上下のセットの服を取ることも難しいでしょう。家の中がこんな風に散らかっているのに心の中はどうしてきれいに保つことができるでしょうか。御霊の意味に入りたいです、清められたいですと祈りはしていますが努力する行いが足りないから実を結ぶことは難しいのです。時にある人は言葉と行いはきちんとしていないのに服装とか外見には気をつけたりします。しかし外面だけをいくら飾っても内面が正しくなければ徳を固めるこ高めることはできません。生徒の皆さんと話をしてみれば男性の生徒の中でまだ靴下とか下着を脱いで洗濯カゴに入れないであちこちに脱いでおく人もいるようです。夫婦の間で約束をして脱いだ服はこの洗濯カゴに入れてくださいと言われたのに靴下とか下着などを抜きっぱなしにしておいたりする場合もあります。そして裏返しで出すこともあるそうです。家の中には洗濯カゴがある場所があるしまた洗濯をする奥さんの手間を減らすための配慮する心があるなら服を脱いだらちゃんと洗濯カゴに入れるでしょう。子供の時からこのような欠如ができないように両親は子供に自分で整理整頓する習慣を身につけるようにしなければなりません。しかしそうしない場合もあります。男の子だからとかまだ小さいからといって整理整頓する習慣とか使ったものは元に戻す、そういうことを教えない場合もあります。また、朝起きた後、布団をちゃんと畳んでおくとか、そういう習慣を身につければいいでしょう。しかしそうではなくて、整理整頓しない人がいるなら、周りの人もお母さんとか奥さんとかもっと手間をかけるようになるでしょう。最近の布団は軽いのですが昔私たちが子どもの時は布団は重かったのです。それでもちゃんとそれを畳んできれいにしまっておくように教わりました。それで3人でその布団を畳んでしまっておいたりしました。それをいつも母がチェックしてくれたから身についたのです。このような欠如を直さないでどうして深い悪を発見して捨てることができるでしょうか。善に霊に変えられた人は周りもいつもきれいで整っていて教養とエチケットも身につけていきます。前院長先生がこう言われたことがあります。もし私が家族より先に天国に行くなら残された人々が私の部屋とかを整理するだろうと思っていつもきれいにしておくと言われました。それできれいにするために捨ててはいけないものまで捨ててしまう場合もあるそうですがいつも整理整頓しているのです。もう一つの欠如の姿の中には傘とか服とかバッグなどしょっちゅう忘れ物をする人もいます。こういう姿でわかる姿は人との約束も忘れがちということです。また神様の前でも次からはこうしますと祈っておいてそれを忘れてしまうから
神様はそういう人を信頼することができないでしょう。神様の前にこうします、明日からはああします、火のように祈ります、伝道します、清められますと祈りはします。しかしいざとなると自分の日常生活で些細なことを直さないのです。自分なりに熱く祈っておいて嘘をつく習慣一つ直さないなら、どうして御霊の意味に早く入るでしょうか。神様との信頼関係をどう形成できるでしょうか。御霊の人ならしょっちゅう忘れ物をしたり、約束をうっかり忘れたりするでしょうか。しょっちゅう忘れ物をしたり、心に留められないことを記憶力のせいにするのではなく、祈りながら直そうと努力しなければなりません。メモを取る習慣を持つとか、スマートフォンにメモをしておいて、アラームを設定しておいて、それを実行する習慣も必要でしょう。いつもうっかり忘れたと言い訳をして直さなければ、変えられる気がない人でしょう。人との関係でもよく忘れる人がいるなら、その人には重要なことは任せることができません。もちろん平和を作るためにその人の前で、直接不平は言わなくても信頼できないのです。仕事が忙しいからとか、片付けようとしたのに忘れたとか、年を取ったからとか言い訳をする人がいます。皆さん、いくらしょっちゅう忘れ物をする人でもスマホは忘れませんね。出かけるとき持っていくべきものは前もって玄関の前に置いておくとか、明日持っていくバッグの中に入れておけばいいでしょう。またはドアにメモボードをかけておいてメモをする習慣を持つなら、忘れる回数が減るでしょう。次の日持っていくべきものとか、そういうものは前もって用意しておいて、ドアにあるメモボードに書いておくこともいいでしょう。私もそんな風にしています。それでいつも出かける前にチェックをします。そして些細なことでも忘れ物しないように、重要なことなら聖霊の声によってそれを思い起こさせてくださる場合もあります。それに耳を傾けなければなりません。些細なことだからと思って気にしないとか、そういうことがあってはいけません。いつも祈りながら心に留める訓練が必要です。するとその行いを見て聖霊様が助けてくださいます。このように変えられて御霊の意味に入り、全く聖なるものとされていくなら、聖霊の声を正確に聞くようになるし、一年後の約束でも時になった時、必要な状況になると聖霊が教えてくださいます。信仰によって神様に頼るなら、子供が恥ずかしい思いをしないようにしてくださるのです。約束をうっかり忘れたからではなくて、相手を大切に思わないから、簡単に破る人もいます。数日前に約束して、相手はスケジュールを空けて待っているのに、突然直前に連絡してキャンセルをするのです。今日はちょっと体調が良くなくてとか、別の休養ができたからとか、あまり気に乗らないからと言って、些細な理由で次にしようというのです。約束時間が過ぎてから、行けなくてごめんと連絡をしたりします。こういう人は、電話しても出ない場合もあります。約束時間が過ぎて電話したら相手は出ないのです。もちろんやむを得ない状況かもしれません。しかし、たまに一回ではなく、こういうことが頻繁にある人は、周りの人から信頼を失ってしまいます。信用できない人になります。いつも約束を破る人は、相手もその人の言葉を軽く思うし、
その人との約束は簡単に変えてしまうことがあります。このような信用のない人になってはいけません。小さいことでも約束を守ってこそ肉の欠如もなくなるし、信頼できる人になります。そして神様の前でも信じられる人になるのです。どころで約束を決めておいたのですが、突然重要な神様の働きがあるならどうしましょうか。私たちはいつも神様の働きを優先します。神の国と義をまず第一に求めなさいとあるように、神様の働きが先だと決めておくなら、それを移り変わったとは言わないでしょう。そして教会の中での行事はどの部署でも前もって計画して進めなければなりません。人との信頼も築かれていないのに、どうして神様との信頼関係が結ばれるでしょうか。どんなことでも、小さいことでも、自分の利益を求めるのではなくて、小さい肉の欠如も軽く思うのではなくて、完全な姿に変えられるまで努力していてこそ、御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされることも早くできます。今説明している分野は、主の教育とか信仰の面よりは一般的な道徳やマナーにあたる内容が多くあります。しかし主の教育と肉の教養は別物ではありません。完全で傷もシミもない主の花嫁なら、肉の教養も当然備えていなければなりません。マナーとかエチケット、教習道徳などの基本は相手の利益を求める心です。国によって、時代によって、礼儀作法など細かいやり方は変わるかもしれませんが、変わらない確信は人を尊重する姿勢です。相手に迷惑をかけないで、他の人に嫌悪感を抱かせないだけでなく、相手に配慮して相手の利益を求める心です。御霊の歩みに入りたいと思う聖徒なら、このような教養の面でも当然兼ね備えていなければならないでしょう。たまにメッセージで伝えているのですが、東海上先生は子どもたちが小さい時からいろいろ教えてくださいました。そして院長先生が私たちに家事を手伝わせたりすると、その時もあれやってこれやってというのではなくて、相手に配慮して、今手伝ってもらってもいいとか、時間どうとか、このように聞いてみてからお願いをしたりするようにと言われました。命令したり指示したり、そのような姿は相手にとって失礼だと、子どもたちに対する時も気をつけるようにと言ってくださいました。そしてボールペンが必要な時も、同会所先生はご自分で立ってそれを取っていかれます。私たちの近くにあって取ってくれと言ってもいいのですが、同会所先生はそのようにしないで、相手に失礼なことはしないで、相手に配慮することが身についているのです。生活面でもそうだったから、神様の御言葉真理を聞いた時は、霊的な面もそれとぴったりあったのですね。それで速やかに御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされました。このように霊的な面と肉の面もつながっているのです。いくら上辺できちんとしていたり、また自分なりに外見を飾ったりしても、でも心がまず変えられなければならないし、些細なことでも約束を守ることとか、そういうことを大切にしなければならないのです。相手との約束をしょっちゅう破る人は、神様との約束や祈る時決めたこともしょっちゅう変えてしまったり、先延ばしにしたりすることがあるのです。このように小さい分野でも、私たちはメッセージを通して、このように一つ一つ
陸の欠如も悟って直して満たしていくようにしてくださるからどれほど感謝でしょうか。また他の分野でお金を管理するときも欠如があればうまく家計のやりくりができないことがあります。ある人は少ないお金も節約して貯蓄して増やしていきます。このような習慣が身についている人は貧しくても給料が多くなくても1ヶ月間の生活費は足りないくないしうまく切り盛りできるのです。反対にある人々は収入が少なくないのにお金をどこに使ったのかわからないまま支出します。手元にお金があれば使ってしまうからたまらないだけでなく今持っているお金がなければ借金をしてでも買いたいものを買います。家庭の切り盛りも会社の運営も同じです。家庭では給料が少ないならそれに合わせて支出しかな、しなければならないし、反対に収入が多いからといって計画なしに使うのではなく貯蓄しておかなければなりません。いつもお金がないという人はあまり必要でないものも人が買ったら自分も買います。通販番組でタレントがこれがいいあれがいいと強く言うならまた今すぐ買わなければならないというなら買ってしまいます。女性の中で特に関心があるのがダイエットですね。で、ダイエットのサプリメントもたくさんあります。ダイエットの効果がある乳酸菌もあるしいろんな種類もあるそうです。効果がいいと言われているいろんな種類もあるそうです。また流行したりしますね。大麦若葉とかシーサースとかモロシルとかいろんなお茶の種類もあるそうです。皆さんの中でこういうものを買った人はいませんか。ちょっと太ったと思って悩んでいた時テレビ通販番組を見たらこれも良さそうであれも良さそうだから買ってしまうのです。それであれこれ飲んでみたのですが本当に効果があったでしょうか。今頃なら結構痩せているでしょう。でも実際はそうでないのです。みんないいと言うと自分もそれを買ってしまうのです。その他にも器とかお皿に欲のある人もいて服に欲のある人もいます。スーパーに行くとタイムセールで1個おまけがついているものをがあるとそれを買ってしまいます。でも賞味期限が過ぎて捨てることもよくあります。きちんと計画して必要なものだけ買って十分食べて消費できるものだけ買うならそれだけ節約できます。必ず買うべきものがあるなら 2回3回考えなければなりません。ある人は何かストレスを受けた時は気分転換に買い物に行って爆買いすることもあるそうです。そしてある場合は安いからといって 1、2万円の服を数枚買って喜びます。でもいざと着ようとするとスタイルとか色合いが合わなくて着なくなります。 1、2万円の服を10万円ぐらいかけて買うのではなくて十分考えてちょっといいものを買うなら長く着ることができるでしょう。普通年末になると次の年の1年間ある重要な行事を手帳とかカレンダーに記録します。家の中の行事とか知り合いの誕生日そして教会の重要な行事などを記録します。そしてその時に必要なお金も計画します。長期的に計画して大きいお金が必要な時に備えなければならないのです。でもこんな風に前もって準備できないことや計画的に使えないことも肉の欠如です。道海女先生はメッセージでこう言われました。7年間病気だった時、外でお金を稼げないから、どこ使いをもらったらそれを使わないで貯めておいたと言われました。
出かけるとき往復の交通費をもらったら歩いて行って、そのお金を節約しておいて、数ヶ月間貯めておけば、後で院長先生が必要だと言われれば、院長先生が必要だと言うとそれを挙げたと言われました。このように神様を受け入れる前からも小さいことを一つ無駄遣いしなかったし、小さいことも大切に思って節約してきたから多くの生徒の皆さんに施しをしました。また神の国のために、世界宣教のためにいつも最善を尽くして神様に大きく捧げることができました。肉の欠如に関連して神様の前に捧げる献金はどのようにしているのか帰り見たいと思います。私が子どもの時から同会所先生と院長先生は神様の前に捧げる献金をどんなふうに用意するのか手本になってくださいました。お札がしわくちゃになっているなら、アイロンをかけてまっすぐにして本の間に挟んでおきました。お金が入ったり給料をもらったりすれば、まず神様に捧げる献金を取っておいて、そして1年間ある礼祭献金とか特別な礼拝とかのために準備しておきます。子どもたちがお小遣いをもらったら、そこから10分の1献金を捧げるように、また必要な献金を捧げるように先に取っておくように教えてくださいました。特に送迎礼拝の礼拝の時捧げる献金は1年間準備をします。私はたまに近くにいる人に送迎礼拝の献金をどのくらい捧げるのか聞いてみたら、5万ウォンします、10万ウォンくらいしますという人もいました。もちろんそれぞれ事情が違うし、金額がああだこうだというのではありません。しかし神様の前に1年間を委ねながら自分の心の願いのために祝福の祈りを受ける時間です。1ヶ月に1万ウォンずつ貯めるなら、1年なら12万ウォンでしょう。5万ウォンずつ貯めるなら60万ウォンになります。前もって計画して神様に捧げる献金を用意したのか、本当に最善を尽くして捧げたのか、自分の心を顧みたらと思います。皆さん、保険料は1ヶ月にどのくらい払っていますか？1年間にすればその金額は数百万ウォンになったりしますね。車のある方は自動車保険も何十万ウォン払うと思います。1年間神様は私たちを守ってくださいます。来年1年間を神様に委ねる送迎礼拝です。神様の前に本当に祭祀を尽くして捧げたのか、前もって用意して捧げたのか、顧みますように。皆さんの姿はどうだったでしょうか？このように肉的にもお金の管理ができない必要があるなら、神様の前ではもっと問題があるでしょう。一人暮らしをしても貯蓄は必要です。40、50になってもいつも借金で苦しんでいるなら、それも欠如でしょう。1998年、99年の教会の試みがありました。そしてその時は国的にも金融危機があって、景気が良くなかったので、大変な時期がありました。また教会の主のしもべや職員も、教会から給料を全額もらえなくて、半分くらいもらっている時もありました。それでももらったらまず献金を捧げるために取っておいて、あとまず必要なところのために取っておきました。皆さんは給料をもらったらどんなふうにお金を使っているのか顧みてください。そして送迎礼拝の時も1年間神様の前に委ねながら
そして自分の祈祷課題のために祈りを受けるためにどのくらい用意をしたのか顧みますように。お金の管理の分野だけではなく、約束時間を守らなかったり準備性が足りない場合も肉の欠如と関連があります。学校に通っていた時のことを思い出してみてください。予習復習をする習慣がある子どもは勉強ができます。前の日、前もってランドセルを用意しておいて準備物をチェックしたのか、でなければ朝になって急いで支度して準備物を忘れてしまう人でなかったのか顧みますように。旅行とか出張する前は前もって必要なもののリストを書いておいてメモしておいて品目別に整理しておきましたか。洗面道具ならシャンプーとかタオルとかカミソリとか歯ブラシなどをメモしておけばいいでしょう。服はまた服の種類別に、他のものもちゃんとリストを書いておいて一つ一つチェックしていくならば荷物を用意することが楽でしょう。しかしある人は出発する前にあれこれ思い出してまた買ったりする場合もあります。また出発した後で必要なものを思い出す場合もあります。時にはバスとか飛行機に乗ったのにその時になって思い出して現地で高いものを買う場合もあります。次の朝持っていくものは前もってアラームを設定しておいたりドアの前に置いておけば忘れないで持っていけるでしょう。例えば次の日教区の祈祷会があって自分がキムチを持っていく担当なら、キムチは冷蔵庫から出しておけばいけないから、そういう場合はアラームを合わせて設定しておいてメモを取っておけば忘れないでしょう。年を取ったから物忘れがあると言い訳をするのではなくて、今でも習慣を直して肉の欠如をなくしていた方がいいでしょう。約束時間でも通勤時間でも遅れる人はいつも遅れます。前もって支度する人はいつも早く到着しています。次の日着る服も前もって用意してかけておいて、また靴下とかストッキングも一緒に用意しておけば朝は着るだけだから急がなくてもいいでしょう。いつも遅れる人や時間にちょうど合わせてくる人はその時間より2、30分ぐらい早く支度すればいいでしょう。でも欠如のある人は相変わらず時間に追われて毎日あたふたします。教会に来るときもそうです。急いで支度して出かけるからギリギリに着いたりします。それで遅刻をしてしまうなら次には直すでしょうか。何回かは気をつけますが、しばらくしたらまた元に戻ってしまいます。肉の欠如だから、心から直そうと決心しなければまた戻ってしまいます。一回遅刻して恥ずかしい思いをしたくらいでは肉の欠如は解決できないのです。このような人が他の人と同行するときは一緒に行く人を困らせたりします。時間に合わせて一緒に出発しなければならないのに、その人はいつも遅れてくるから他の人を待たせます。またギリギリの時間に来て周りの人を不安にさせます。いつも早く支度してくる人は言います。でもそういう人は反対に他の人にまでちょっと負担をかける場合があります。それぞれ自分が出かけるためにある程度準備して支度する時間を計算しておくのですが、ある人は早く早くと言ってせっかちに周りの人にもそのように言って、周りの人がそのため困る場合もあるようです。だから早く支度する人も周りの人に配慮するそういう姿勢も必要でしょう。皆さん団体旅行をしたことがあるでしょうか。
教会で行くのではなくて、世の人々と一緒に行く場合もありますね。見てみれば、早く来ている人はいつも早く来ています。そして時間ギリギリに来る人はいつもギリギリに来ます。例えば5時に待ち合わせなら5分前とか来る人もいるでしょう。しかし初日遅れて来る人はその旅行の最後の日まで遅れて来るのが分かります。それでその一人が来ているならみんな来ていると分かるという場合もあります。準備性のない欠如は相手を困らせて不安にさせることもあって失礼なことでしょう。こういう欠如も小さいと思わないで直せばいいでしょう。次に情緒や思考の分野の欠如です。はい、今年では水曜礼拝は私のメッセージはこれで終わりで、そして1月にも私のメッセージ1回あるのですが、その時は肉の欠如をしないで、その次からすることにしましょう。結論です。今日肉の欠如の7回目を聞きました。皆さん、自分自身をチェックしてみましたか？今日は整理整頓とお金の管理、また準備性の欠如について伝えました。皆さん、自分の姿を顧みてみましたか？些細なことだと思わないで、それを欠如があると発見したなら、心に留めて直すために努力していくなら、聖霊様が助けてくださいます。それで変えられることができるでしょう。周りの人がその面について指摘してくれたり、アドバイスをしてくれるとき、それを無視したりしないでください。子供たちに言われたとしても、聞き流さないようにお願いします。私は同会長先生に対しては本当に尊敬していて、いつも最高だと思うのですが、院長先生のこともいつも尊敬しています。院長先生は今は軌道院長先生だし、同会長先生の奥さんでしょう。また、年もあるのですが、子供たちとか周りの人がアドバイスをしたり指摘したりすれば、喜んで素直に受け入れて、それを直そうと努力していく姿を見ながら、本当に素晴らしいと思います。そして直すために努力しながら、その方法も教えてと言って、一つ一つ直していく姿を見ます。そしてご自分で経験したことを周りの人にも分かち合っていて、それを見て私は本当にすごいと思って尊敬しています。このように小さいことでも変えられようと完全になるために努力してする行いを見て本当に素晴らしいと思って感心しました。私はもともとこういう性格だからとか、もう年を取ったからとか、言い訳をしないのです。で、私もたまにどこかに向かっていて、ふと、どうしてここに来たのかと思う時もあります。でも落ち着いて考えてみて、あ、これを持ちに来たとわかるのですが、その時も、もう年だからこういう時もあるさと思わないで、そのためにも祈りながら、さらに神様の前に感じになろうと思っています。皆さんも肉の欠如のメッセージを聞きながら、本当に些細なところも直していくようにお願いします。東海女先生はこのように生徒の皆さんが神様の前に完全なものになるように細かく教えてくださったのではありませんか。それで神様の子供らしく生きるようにしてくださったので、その教えを忘れないでさらに変えられていきましょう。そして2024年に向かって走っています。12月、この1ヶ月間どのような心で
一年を締めくくってまた新しい年のために計画するのか考えてみますように、今日聞いたメッセージを思いながらどんなふうに計画して神様の前で捧げるべきか考えてみたいと思います。聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。肉の欠如7回目について伝えました。整理整頓とお金の管理、また準備性の欠如について伝えました。私たちの日常生活で欠けているところがあるなら、それを発見して直して捨てていくようにしてください。これは小さいことだから、罪ではないからと思わないで、自分の習慣や自分の行いがどのくらいキリストの香りを放っているのか、相手に利益を求めているのか顧みますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与え